お世話になっております錦織の雄大とマークとケイタとジュンジュです。お願いします。お願いします。大会スペルクレイズバーン。我々は普段からグローバルな企画を行っているグローバル YouTuber なんですけれども、本日はアメリカで超有名なスペリングビーというね、あの大会をオマージュした企画を行っていきたいと思います。司会者が私で、参加者が彼ら3人となります。司会者の私が、特定の英単語を用意し皆様に発表します。参加者は聞き取った私の英単語をボードに書いて一斉に発表するという形になります。本日の企画の趣旨は皆様の語彙力を試すことなので、単語のスペルミスがあった場合は、罰が課せられます。本日私が用意した罰はこちらです。飲酒なので、今回の判断基準なんですけれども、1個の文字のミスは1ミスとして換算しますので、2個の文字をミスった場合は2ミスという換算になりまして、2回の罰がなります。という感じで、僕たち普段グローバルな企画を行っている、文字通りグローバル YouTuber と申します。チーム6人中3人外国人3人日本人という多国籍グループでやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ついでにインスタと Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではやっていきましょう。お世話お世話。オッケーですか。オッケー。最初の単語いきます。午後という意味のアフターヌーンを書いてください。すごいね。バカにしてんの。本当にバカにされてんじゃん、あの人。はい、簡単です。バカに。もう全員できました。はい、はい、じゃあいきます。せーの。はい、はい、アフテルノーンです。はい、大丈夫です。全員正解となります。ありがとうございます。じゃあ次の単語いきます、はい、公園でよくするピクニックっていう単語を書いてください。まあまあはい、じゃあ次のでいきます。せーの。はい、あーはい、来ましたー。ピクニックはやばい恥ずかしい、あいつ。ほんとに恥ずかしい。お前ガチでやれ。わざとさ、英直っていうぐらいそうだよね。次に行こうとする。マジ、ほんとに俺わかんない。ピクニック、やばい。それあれで、あの日本語訳するとニックを拾うだろということで、ケイタ君2ミスなので2杯分の飲酒をしてもらいます。ではケイタ君、叫ぶ、ポンポンポン。では次いきます、はい、叫ぶという意味のスクリーン。余裕でしょ、これは多分大丈夫。これは多分大丈夫、うん、はい、それでは一気にいきます。せーの、どうぞ。スクリーン、スクリーン。ゆでさん、おっ、1ミスです。よーい。恥ずかしいねこれ。恥ずかしいな、ゆでくん。だったらピック、間違えたんだよ。 なんか恥ずかしいわね。ガチのテストで間違えたやつじゃん。俺だけ本気じゃん。はい、今回ね、海外の小2レベルだなんですけど、次最後にしますね。はい、小2レベルだった。小2レベルだった。はい、じゃあいきます。はい、笑うという意味のラフ。せーの、どうぞ。ラフ。おー、すごい、みんな。次の言葉はまっすぐという意味のストレート。これ簡単でしょ。さあね、それでいきます。せーの、ストレート。違う、ストレート。あ、これ合ってる、こっち合ってる。あー、ケイタとケイタとマークが正解です。よし、ユーダイがごめん4ミスです。なので4杯分ユーダイポンポンポン。もう皆様ちょっとまだ飲み足りてないと思うから、ちょっともう一段階レベル上げましょう。今どのレベルにいるんですか、僕たちは。2年生グラジュエーションして3年生、次が6年生いけたい。おお、一気に飛ぶね。大人でもミスる。では次の言葉は形容詞で必要のっていう意味の necessary。 これはわかる。 necessary たくさん勉強したから。え、全員書きました。はい、はい、それでは回答を発表します。せーの、どうぞ。 necessary。雄大1ミスお酒ポンポンポン。恥ずかしいな。もうなんでネセサリーって。じゃあ次の単語いきましょう。はい、次の単語は皆様のおなじみのブロッコリーです。ブロッコリー、簡単です。余裕です。めっちゃ見る。いや、めっちゃ見られてんなと思って隣の青い方に。お前さ、なわけないだろ。発表します。反省会教室でいかい。はい、じゃあ発表していきます。いきます、いこう。せーの、どうぞ。ブロッコリー。
バナです。もうブロックが入ってるわけないから。ブロッコリー、野菜の冷凍庫にお前ブロック入ってるわけないだろ。はい、正解した人はマークだけです。はい、ありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと待って。お前、いや、でも間違えてます。雄大くんは3ミスですね、雄大。あ、俺3つ持ってる。LI ですね。ケイタも同様に3ですね。同じじゃねえか、お前。同じじゃねえか。恥ずかしいことするなぁ。はい、じゃあお前さ、うるせぇ。そういう風に言うから、そうだね、耳がもっと恥ずかしくなる。そうだな、うん、はい、では次の単語いきます。はい、次の単語はスパゲティです。うわぁ、あー、俺ちょっと知ってんぞ。あ、終わりですか。はい、意外と言うですね。じゃあ一斉に行きましょう。せーの、どうぞ。スパゲティ。なんと、マークさんだけが正解でーす。はい、H が足りてないです。グヘティなんだよ。なんでそこに H を入れようと思ったの？この単語作った人。ずるいよ、なんか TTI でさ、ちょっとかましてきてるじゃん。そうそう、かましてきてるよ。でも実はここに H がある。はい、じゃあ次の言葉いきます。皆様、おなじみのズッキーニを書いてください。どこでズッキーニ。どこでおなじみなの？なんかさ、ワンチャンさ、特殊なんじゃない？ああ、そんな気がする。じゃあ一斉に回答を開きましょう。せーの、どうぞ。ズッキーニ。はい、正解はマークだけでーす、ね。もうさ、なんかマーク余裕だね、このゲーム。いや、まあ難しいっすよ。うん、難しいっすけど、まあ、はい、書いて当たりましょう。いや、もう一緒言わ。じゃあ次の単語いきまーす。次の言葉は原理という意味の principle。これはみんな聞いたことでしょ。プリンシプル。あー、なんだっけ。皆さん、じゃあ回答発表してください。せーの、どうぞ。はい、はい、プリンシパル。はい、え、なんと、うん、正解は雄大のみです。やったねー。バカだな、バカだな。はい、ぜひ飲んでください。ちょっとね、お願いします。うわ、バカ、梅酒だ。じゃあ次の言葉は、リズム。わかんねー。じゃあ一回メロンゲームでやったんだよな、第一回の、うん、リズムでしょ。誤飲がないんだよ。では発表してください。せーの、どうぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、間違えた。はい、正解者はマークのみです。あー、ごめんなさい。ちょっと待って、本当に。あ、いいよ、ね、リズムかけねえだろ。じゃあもうあと少しですね。はい。もう死んでます、真ん中の方。ちょっときつそうだね。皆さんがね、もう限界に近いので、最後の問題とさせていただきます。次をね、はい、で、最後の問題なんですけれども、私じゃなくて AI が発音します。なぜかというと、僕が発音できないからです。そんな単語無理やな。スーパーカーナフラジュリスティックエクスピアナドーシス。なんだって、なんだって。おいおい、戻ってこい。英検、英検、お前英検って読むの、あれのこと。英検、戻ってこい。サンキューティーパーが。スーパーカーナフラジュリスティックエクスピアナドーシス。絶対セクって言ってるじゃん。じゃあ一斉に回答どうぞ。え、待って、マーク非常に惜しいね。スーパーカーリフラジリスティック、フラジリスティック、エスピアリドーシアス。めっちゃ惜しい、マーク。惜しいけど、多分ね、3つぐらいかな。で、真ん中の人はただ単にカラフルなだけだから、普通に。全部違う、ね。エッセンシャルドッグスだね、普通に。まあ、ちょっとたくさん英単語を書いてきたんですけれども、まあやはりね、最終統計をしても、まあマークさんの圧勝はここだけは変わらず、二人は結構五分五分にやったんじゃないですか。偉いとは思いますよ。基本的な単語だけはちゃんと抑えられてたからね。英語の学習はね、これからも頑張ってください。英語これからも勉強していきたいと思います。ぜひ頑張ってくださいね。ということで、錦織の英弱の英語力の発展が見たい方は、チャンネル登録、高評価、コメント拡散、イエーオフコースラインナウ、よろしくお願いします。お世話。お世話。